柳瀬博文君。はい、えー、日本維新の会の柳瀬博文でございます。えー、っと山田先生にはおかれましてはですね、七、え、八、ー、年前でしょうか、えー、この尖閣を東京では購入するしないといった時にですね、私総議会議員でございまして、まあ四日市でですね、まあ尖閣に行く前に様々ご指導いただいたことを、昨日のことのように思い出しますけれども、あの尖閣にですね、当時漁船で 20時間ぐらいでしょうかかけて視察に行ったわけですけれどもその途中にもでさまざまな違法操業のどこの国籍だかよくわからないといった船がまたくさんあったとそのことをよく記憶しているわけでありますそしてまた先般というか最近もですねま中国の様々な まあこの領海侵犯ということで、まあ、領海に対してですね、まあ、侵入してきている接続水域にこの武装した船がですね侵入してきているといったことが多数散見されるということで大きな課題となっているわけでありますけれども、まあ、山田先生におかれましてはですねこの離島防衛体制の整備が重要なんだということをおっしゃってこられたわけですが今の,です、ね、この尖閣の状況をご覧になっていて、まあ、どういった課題が 政府の対応について、ですねどのような課題があって、そしてこれから、まあ、起こりうるべき事態を想定して、ですね何が必要なのか、まあ、こういった観点でお話をいただければというふうに思います山田参考人。はい、まずあの尖閣の現状、ますます厳しくなっております。というのは、中国側の船というのは大きくなってしまった。 日本の海上保安庁、尖閣専従部隊作りましたが、1000トンタイプという1500トン、実質1500トンの船を中心に展開しておりますが、中国側5000トン、4000トン、3000トン、倍以上の、しかも鋼鉄船、日本の海上保安庁20ミリ機関砲中国側30ミリ機関砲まあ射程も1.5倍、えー、似てるようで、全然実は違う戦略を立ててきていますあの。これは道巡りでに 日本側が海上保安庁が進めればまた一歩中国側は後出しで進めていくこれが今まで進めてきましたあのしっかりとした海域管理体制をですね進めていく必要があるとあのよくですね海上保安庁から民間人に危険が及ぶから民間人は近づけないという方法を取られています。 ただし今の現状で東シナ海の先ほども見ました日本の近周辺海域というのは中国にとっても非常に重要な海域ですしっかりと民間人も加わった形で島を管理していく体制日本人が生きていく環境づくりというのは私求めているところだと求められるところだと思いますそしてあの今日本の防衛体制例えば奄美、宮古与那国から始まりまして奄美 を奄美大島、えー、そして宮古島に、えー、自衛隊配備になりました。えー、これから石垣島にも配備という計画があると聞いております。あのこの防衛体制をしっかり見せていくということは、えー、実は中国対側にとって非常にまあ、えー、抑止効果が働いていると。あの潜水艦が 不穏な動きをしてもすべて日本側はキャッチしている要は情報収集がしっかりできている体制これはですね中国側に過剰な行動をさせないために非常に役に立っていて、まあ、沖縄県をはじめとして暮らしている人たちの安全を守られている実は見えないところでかなり守られていますそういう意味でもあのしっかりとした防衛体制を組んでいきそして先ほども見ましたように人が生きている環境これはできれば 尖閣諸島周辺でも行,い行っていいたただきたいとさらにです、ね、あの尖閣諸島の周辺、えー、海洋環境としても非常に重要な、えー、海域です。というのは黒潮の日本の入り口になっていると、とこの黒潮のデータを取る、えー、東シナ海のデータを海洋データを取っていく周辺の海底の状況を確認していくということは、えー、日本の、えー、にとっても非常に重要であると考えています。えー 例えば黒潮の蛇行、これは日本中の気象にも影響を与えるような基礎データを取得することができるというところで、私はあの尖閣諸島を海洋環境研究の拠点にしていただけたらと、それは日本だけではなくて国際的な動きの中で国際的な研究者と集めた海洋研究の拠点として整備できれば必要以上の他国の 動きというのは牽制できるのではないかと考えています、はい、柳瀬貴重なご提言ありがとうございますちょっと一歩踏み込むとですねまあ尖閣諸島にはまあそもそもまあ都民の方いらっしゃってですね、えー、まあ工場のりの工場でしたかね 日物でしたっけ <laughs> 工場があったといったことも私、視察をしてきましたけれどもお、まあ、そういった意味ではこの自己支配を深めるといった意味でですね、まあ、そういった何らかの構造物を構築するであるとか、まあ、常駐するであるとか、まあ、そういったことの必要性というのはいかがお考えでしょうか山田参考人はいあの加藤節工場なんと加藤節工場とあのアホウドリの羽毛、えー、を取る、えー、場所になっておりました。あの現状で 望ましいのはやはり日本人が生活できる島に戻すということだろうかと思いますただあの現状でそれがあまりにも刺激的であるという意見をおっしゃる方も数いらっしゃると認識しておりますその中で私は日本人だけではなく国際的に研究者が集えるような島づくり要は 最終的には日本の手続きを踏んで日本人の島として入っていくわけですが、えー、国際的に管理ができる島であると、えー、いうことから結果的には日本の島であるということが、えー、世界の人々に認知されるような動きというのも必要ではないのかと考えています。 柳瀬博文君、はい、ありがとうございます貴重のご提言本当にありがとうございます、えー、奥脇先生にもですね同様にお伺いしたいんですけれどもこの尖閣についてですね、実効支配の継続の確保が必要だということをおっしゃっているわけですけれどもこの今の現状の尖閣に対してですね課題と今後の対処ということでどのようにお考えか奥脇さん5人 えまあ、だ私は山田参考人ほど過激ではなくてですねあのやはり衝突が起こらないようにすることがまず第一に重要なんだろうとであの海上保安庁には大変な苦労をしてですねそいわばまさに抑止的効果こういうことをですね果たしていただいているわけでとりあえずまずはあそういう まあ国際社会海洋における基本ですが、まあ、警察がまず先に行ってでぶつかる、まあ、小競り合いはあっても軍事的な衝突にはしない双方にそういう意思があればですねそれはあの軍事的衝突に至らないで済むということが、まあ、海洋法でも国際法でも基本なんだろうとこういうふうに思ってます。でまあ、このそういうい意味で尖閣を まあ乗り込んでいって何かうまく使うっていうのはですうまくできればいいですがそれはなかなか難しいしまた領土問題との関係でいうと国際管理などいうことを述べた途端にです、ね、やはりおたくはあその、えー、はっきりした法的根拠なしに尖閣領有を言ってるんではないかとこういうふうに言われたりしますので、まあ、痛くない腹を下げられないようにしながらです、ね、やはり軍事衝突をいかに回避するか。 まあそれでとりあえず今の状態は我慢してやっていく以外にはないとこういうふうに思います状況がまた変わるのであればまたそれはえこう軍が乗り出してくるとかですね、まあ、今のところプライベートミリシアとかそういうのが出てきますが、まあ、とりあえず日本の海上保安庁で抑え込んでいることができているということでですね中国自身もどこまで 本当にやる気があるのかはよくわからないので、まあ、そういう意味でその状況が変わればです、ね、また考え直さなしちゃいけないかなとこういうふうに思います。 柳瀬文君、はいえー、ありがとうごございいました、えー、ごめんなさいもう一点だけですねお聞かせ山田、えー、先生にお聞かせいただきたいんですけれども、えー、原発処理水の問題についてなんですが福島第一原発う施設でですね、えーまあ、大量の処理水が出ているということでこれが敷地以内、もう単価いっぱいになっている状況の中で、えーまあ l p s 小委員会、まあ、経産省おではですね、えー、これを海洋放出うをしようということを今、検討しているわけであります。 これは海洋放出しかないという結論に至っているわけでありますけれども、世界中で,ですねこの原発の処理水を海洋放出しているという現状の中で、この海洋放出について、何かあの世界的な影響等々ですね、ご懸念、課題、何かコメントがありましたら、お聞かせいただければと思います山田参考人。実は私は私チェルノブイののの原発の処理日本人の えー、支援チームの八年目、九年目、十年目にアドミニステデーターをやっておりまして、えー、強制対処地域の全容放射線量の測定チームに入ってたことがあります。あの原子力関係に関してはあの思いもあるんですが、あの地球の表面積の七割は七割以上海です、えー。我々日本人は常に海に許されて生きてきました。えー、広島の後も長崎の後も雨,雨水はすべて。 あら流流ししし海に流しました現状も PM2.5 で、えー、日本にやってきたものも雨によって土壌、えー、それはほとんどがまた海に流れていくという中であの可能な限りの処理をし,し、えー、できるだけ影響を最先端の技術を使いできるだけ処理をし、えー、そして極力影響のない日本の海域まで持っていき海洋処理をするというのが私はえー 残された唯一の手段ではないいかと考えてます、えー、それはまあ具体的に言うと例えば南鳥島に拠点を設け沖合の日本の領海内において処理をすると。あの沖ノ鳥島はプレートがですね太平洋側のプレートなので非常に安定してます、えー。ほぼ日本にも他国にも影響を及ぼさないであろうと。えー、中で あくまでも濃度の問題ですので、それを十分に処理をし、えー、問題がない範囲であれば、私は日本の国境離島を使っていくというのも一つの手法ではないのかと考えています。山瀬宏文君、ありがとうございました。した伊藤岳君。